ご視聴ありがとうございます。朝5時半頃の新潟駅の中を歩いています。これから新潟駅をこの日最初に発車する新幹線時300号に乗車していきます。この動画では2022年10月限定で販売された JR 東日本パスを使って JR 東日本が管理する新幹線路線すべてを1日で全線乗ることができるかやっていきます。6時9分、定刻通りに発車しました。この新幹線で高崎駅まで乗車していきます。途中、燕三条、長岡に停車した後、高崎駅に停まっていきます。この時300号は上越新幹線の始発列車でありながら、ほとんどの列車が停車する越後湯沢駅を通過する数少ない列車となっています。東京への通勤需要に対応するため、速達性を重要視した列車になっているのでしょう。この列車の東京駅到着時刻は8時12分ですので、新潟からこの列車を使って仕事などに向かわれる方も乗っていると思われます。自由席車が12両編成中、1号車から9号車まで設定されているのも通勤利用の方への配慮なのでしょう。ちなみに通常の上越新幹線時号の自由席車は1号車から3号車です。谷川号ならグランクラス、グリーン車以外は全て自由席が基本的な編成のようです。本日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は上越新幹線6時32分、長岡駅を発車です。長岡駅を発車すると景色は平野部から山間部に入り、新潟と関東の間にそびえ立つ三国山脈を列車は越えていきます。越後湯沢駅を通過して約20分、右手からこの後乗っていく北陸新幹線の線路と合流します。この線路と合流すると間もなく高崎駅に着きます。列車を降りるためデッキに移動しました。高崎駅に時刻通り到着しそうです。
この次の列車の乗り継ぎ時間がわずかしかないので、まずは一安心です。それでもウプ主の心情はこの旅がうまくいくのか、列車の接続が予定通りうまくいくか不安でいっぱいです。新幹線に対する信頼がないわけではないですが、どんな要因で列車は遅れるかわからないですからね。先に結論を言いますが、この旅は途中で列車の遅れに遭遇します。何が起きたかはいずれご紹介します。次に乗る白鷹551号が11番線に入線してきました。この新幹線で次は上越妙高駅に向かいます。ホーム上には自由席を利用する方が多数いて列を作っておりますので、座席に座れるか心配です。高崎駅を発車しました。2号車でなんとか座ることができました。この列車は高崎から乗る人も多ければ、高崎で降りられる方も多くいたため、座ることができました。先ほど通ってきた上越新幹線の線路を横目に、列車は薄い峠に向かい、その先にある軽井沢、長野、金沢の方へ向かいます。この列車は途中駅の上越妙高駅で降ります。北陸新幹線は東京から上越妙高は JR 東日本が管理し、その先の上越妙高から金沢は JR 西日本が管理する区間となっています。そのため JR 東日本パスも上越妙高までしか効力を発揮しません。8時29分、列車は時刻通り上越妙高駅に着きました。これで JR 東日本が管理する区間の北陸新幹線は完乗しました。この駅で降りて折り返し、高崎駅の方向へ引き返します。現在時刻約8時半頃ですが、次に乗る列車が9時28分発なので時間が少しあります。駅の周辺で何か回れるところがないか見てみたところ、駅の西側のすぐ近くに鎌舞台席というのがあるので見に行ってみます。鎌舞台席に着きました。
駅を出て数分の距離でした。近くにあったこの案内によると、この遺跡は弥生時代にこの地域の中心的な役割を果たしていた集落があったようです。その結果、当時の人々の移動の要所にもなったようで、その場所の近くに約1800年の時を経て新幹線の駅ができるようになったのは、この地が今も昔も交通の要所として変わらないことを示してますね。天気にも恵まれたおかげで、朝の空気が爽やかで美味しいです。次の新幹線まで素敵な時間を過ごせました。上越妙高駅から白鷹556号に乗車しました。この列車で終点の東京まで乗っていきます。途中、車窓の左側には長野総合車両センターが見えました。この場所には廃車改装された鉄道車両が輸送されてくることがあり、185系 E217 系が置かれていました。この光景を目にすると間もなく、長野県の中心的な駅である長野駅に着きます。この駅では輝き506号と乗り換えの接続を取ります。また JR 西日本と JR 東日本の係員の交代も長野駅で行われます。そのため、上越妙高駅から長野駅は JR 東日本の管理区間ですが、 JR 西日本の係員が列車の運行を担っています。先に東京駅に向かう輝き506号も係員の交代が行われます。ちなみに、ウプ主が東京駅に先着する輝き506号に乗り換えないのは、終点の東京駅から乗り換える列車が輝き506号、白鷹556号、どちらに乗っても同じになるからです。また、輝き号は全車指定席の列車であるため、この列車を利用する場合は指定席を確保しなければなりませんが、 JR 東日本パスで確保できる指定席は4階までなので、東京駅からの列車に変化がないならと、輝き506号の利用はしませんでした。
新幹線の線路と合流しました。まもなく大宮駅に着きます。大宮駅に着けば北陸新幹線に続いて上越新幹線も完乗したことになります。東京駅に着きます。新潟から新幹線を乗り続けること約5時間半経ちました。東京駅は JR 東日本が管理する新幹線の最南端の駅です。東京駅到着後はここから折り返し再び北上していきます。次に乗る列車のホームへ移動していきます。ここまでは北陸新幹線、上越新幹線と乗ってきましたが、次に乗る列車からは東北地方の方へ向かいます。ですが今回の動画はここまでといたします。ここまでのご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いできたら嬉しいです。